どうもトカゲのおっさんです。今日はですね、ちょっとささっと紹介したいものがあるんでちょっと動画撮ってます。店舗の中でね、ちょっとスリッパ履いてるんですけど、それのね新しいのを買ったんで紹介したいと思います。こちらです。うんちスリッパです。はい、で買って届いたのがこちらでございます。はい。これをねちょっと履いてね、今後接客しようと思います。はい、やっぱ子供うんち好きですね。すごいみんなね、もううんちうんちばっか言ってます。はい、じゃああとこれを履いてちょっと店内の方もね、ちょっといろいろね、品物も増えてきたんで紹介したいと思います。はい、今履いてみました。こんな感じです。なかなか、なんか歩いた時なんかちょっとうるさいですね。 なんでやろう。なんかこういう滑り止めがついてるんで、そのせいでちょっと うるさいですけど、これは多分子供たちにね突っ込まれると思いますね、こんなん履いとったらね。で、商品のちょっと紹介なんですけど、今はこんな感じですね。はい、このスクイーズなんか、これ3回目ですね。このショックは2回目ですね。もうヘビのやつは終わって2回目になってます。で、こっちも2回目ですね。もう2回目のスーパーボールですね。で、こっちはまだ1回目のがまだ残って、あともう少しでラストワンの感じですね。で、マリオくじは今もう完売してます。で、下のリンゴサワーも最初のやつですね。だいぶ減ってきたんですけど、こんな感じです。で、この卵のくじなんですけど、これがすごい人気ですね。これは3回目です。3回目の卵のくじですね。で、こっちのコリスのガムのくじ、これは2回目ですね。2回目で今こんな状況です。で、あと糸引き飴、これがもうすごい人気ですね。何回目よ、もう多分10回目ぐらいですかね。な感じです。これはパチンコガムの代わりに入れたやつですね。これは2回目、パチンコガムの次に入れたやつで、もう今こんだけですね。で、新しいのを今もう準備してます。で、このホタラですね。ホタラもすごい人気です。これが何回目、2回目のやつですかね。はい。で、この横の健康っていうやつも最初の頃すごい人気で、これ2回目かな、3回目ぐらいですね。はい。そしてちょっとこれもついでに、はい、当店人気ナンバーワンのポテトフライです。すごいでしょこれ。ここにね、もう上の方まで積み上げようと今思ってます。はい。で、スーパーボールがあったり、ジュースがあったり。で、こっちがガムですね。ガムとグミとね、こんな感じで今現在並べております。ここはつまみ関係ですね。よっちゃんイカとかタラタラとか、はい。ここどんぐりガムに飴系ですね。チュッパチャップスとか、今日チュッパチャップスちょっと入れてみたんですけど、こんな感じで、はい。パチパチコーラグレープだったり、これもね昨日入れたんですけど、なかなか人気ですね。で、こっちがちょっと子供向けというか赤ちゃんとかでも食べれるようなやつを置いてますね。このチョコマンとかもいい、結構売れてますね。はい。で、ヤングドーナツ、このヤングドーナツとドラチョコに関してはちょっと賞味期限が最初から短いんで、ね、ちょこちょこ仕入れないといけない商品ですね。はい。もう半生みたいな感じなんで、最初から賞味期限が短いですね。はい。
でここら辺はチョコ関係ですね、全部下もチョコなんですよね。でこの上がラムネ、ラムネばっかりですね。ここにチョコレートもあるんですけど、でモロッコ、はい、こんな感じですね。こっちがちょっと和風なやつですね。宮古昆布とか餅太郎、人参、おにぎりせんべいとかですね。でこれがスナック関係、ベビーかき餅があったり、スナック系、これがね人気ナンバーワンのポテトフライ系ですね。でこんなんがあったり、でうまい棒はちょっとあんまり売れないですね。これがなくなったらもう売らないつもりですね、うまい棒は。ガリボリくんですね、今日ちょっと入れてみました。できなこ棒、えびせんに綿菓子にゼリーですね。こっちはこっちからは玩具ですね。いろんな玩具がちょっと紹介できてないのもあるんですけど、それはね後々紹介しようと思いますね。こうスライム系とかハンドスピナーとか、これもうんちですね、光るうんち。これあの壁を降りてくれるやつですね、こんなんがあったり。これですね、フラッシュリング、当店人気のフラッシュリングでございます。でこんなんね、ムニュットザウルスが完売したんで代わりにねこういうの入れてます、はい、でこれがライト、これがライトがなかなかねいい感じに光ってくれるんですね。光り方はおしゃれな光り方します。こんなやつがあったり、これは紹介しましたね、スパンブレス、これも確か紹介したと思います。でトカちゃんがあったり、笛があったり、メガネがあったり。この引き物関係はまだ紹介してないのあるんですけど、ちょっとね動画を撮ってるんで近日中にアップしようと思います。はい、いかがでしたでしょうかね、現在の店舗の様子ですけど、はいね、これを履いて今日からこれ履いて頑張ります。じゃあこんな感じで今日は終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。